イスラエル空軍第160飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で最初に、対戦車攻撃ヘリコプター R-1 コブラを運用した飛行隊である。このことから、ファーストコブラスコードロンとも呼ばれるほか、2番目の R-1 運用飛行隊として、第161飛行隊が編成された後は、ノーザンコブラスコードロンとも呼ばれた。1974年、前年の、 第4次中東戦争の戦訓に基づき、イスラエル空軍は、対戦車攻撃ヘリコプター導入の検討を始めた。当初は、アメリカのシコルスキー社製の S-67、ブラックホークの導入が決められ、契約直前まで話が進められたが、S-67 の試作機が墜落したことにより、契約は白紙化され、これに代わって、すでにベトナム戦争に投入され、 戦火を上げていたベルシャの R-1 コブラの導入が検討された。イスラエル空軍から選抜されたパイロットがアメリカ空軍基地で転換訓練を受ける一方、イスラエル空軍はアメリカ海兵隊で使用されていた中古の R-1G6 機を試験用に購入した。1975年4月に6機の R-1G がイスラエルに到着し、 イスラエル空軍最初のヘリコプター部隊である第124飛行隊、イスラエル空軍で評価試験を担当する第601飛行隊の手動で編成された、評価部隊でこれらの6機が試験運用されることとなった。この8ヶ月後、空軍司令官ベニーペレドニアー -1 の良好な試験結果が報告された。1976年2月、 フェレドは R-1 の本格導入を決め、購入した6機の R-1G をアメリカに送り返して、当代戦車ミサイル運用能力を持つ R-1、急相当に回収し、また R-1 を追加発注することも決定した。1977年5月には、R-1G がアメリカに変装され、また空軍パイロット団が訓練のため、アメリカ本土に派遣された。 そして1977年12月、最初の R-1 飛行隊として、第160飛行隊、ファーストコブラスコードローンが設立された。また、R-1 にセファの愛称が与えられた。1978年8月に、R-19 相当に回収された6機のセファガイスライルに到着した。またさらに6機が追加発注され、1979年に、 イスラエルに到着した。この6機は R-1E 相当の回収機であったとされる。1979年5月9日にはデワノン方面での作戦に初めて投入され、作戦は成功理に終わった。またこの年には第160飛行隊はパルマヒム空軍基地に本拠を構えた。イスラエル空軍は攻撃ヘリコプターのさらなる追加導入を決めたが、 R-1 の大量の輸出についてはアメリカが難色を示したため MD500 ディフェンダーを追加導入することが決定されこれを運用する部隊として1980年3月に第190飛行隊ディフェンダースコードローンが編成された。なお、第160飛行隊においても MD500 ディフェンダーが運用されていたとする資料もある。また、1981年頃に 第160飛行隊に9から18機程度の R-1F が追加配備されたとする資料もある。R-1 は1982年のガリラヤの平和作戦に本格投入され戦果を上げた。これ以降、2000年にイスラエル軍がレバノンから撤退するまで、この地域から R-1 がその姿を消すことはなかったとされる。 1985年には R-1 の追加導入がアメリカから認められ、これを受けて1985年6月1日に2番目の R-1 飛行隊として、第160飛行隊と同じくパルマヒム空軍基地を拠点とする第161飛行隊が編成された。これ以降、第160飛行隊にノーザン・コブラスコードローン、 第161飛行隊にはサウザン・コブラス・コードローンの愛称が付けられたが実際に活動地域が南北に分かれていたかは不明である。90年代以降には第160飛行隊の R-1 には機種の両側面に白い蛇のイラストが描かれるようになり、また第161飛行隊の機体には黒い蛇のイラストが描かれるようになった。1996年には アメリカ軍で余剰化した14機の R-1E がイスラエルに売却された。これらの機の一部は空軍飛行学校にも配備された。2000年にイスラエル軍がレバノンから撤退し、これ以降、R-1 はガザ地区やヨルダン川西岸地区での作戦に投入されるようになった。また、この頃には国産のスパイク対戦車ミサイルの運用能力を獲得した。 2005年になると再編により、第161飛行隊は解散して、第160飛行隊に合流し、機材や人員は、第160飛行隊のほか、空軍飛行学校や、アグレッサー部隊として再編された第115飛行隊にも振り分けられた。なお、第161飛行隊は2012年に、無人偵察機ヘルメス450を運用する部隊として再編されている。 2013年7月に第115飛行隊、8月には第160飛行隊の R-1 が運用停止となり、2014年3月には空軍飛行学校の R-1 も運用停止となったことで、イスラエル空軍の R-1 は退役した。2015年にはこれらの R-1 のうち16機がヨルダン空軍に供与された。これは、 アイスセルと戦うヨルダンを支援する活動の一環として行われた。ありがとうございます。